ピー、ん、マナピーってもし好きな人ができたらどうするんですか。もしもしですけど何急に。いやもうなんでそんなもしって押すの。私に好きな人できない前提。いや別にそこに深い意味とかはないんですけど、うん、マナピーだったらどうするのかなって思って。どうするって、それは好きな人に告白をするってこと、それとも好きな人の情報収集。好きな人の情報収集で、そんなに確認なんだけどさ、はい、来ると好きな人できたってこと。あ、それならそうって言ってくれた方が周りくどくなくて楽だなと思って。そうですよね、うん、はい、私そうです、好きな人ができました。あ、そうなの。はい、じゃあ分かった、協力するよ。で情報収集だっけ、なんだっけ、あ、その人って身近な人。そうですね、割と普通に普段から喋ったりします。じゃあ結構仲いいじゃん、普通に来てば。いや、それがなかなか、あ、照れちゃうんだ。なるほどね。じゃあまずはその人に好きな人がいるかとか、付き合ってる人がいるかとか、ね、ちなみにマナピーはいるんですか。え、なんで私。いや、なんかそのね、その勢いで聞いとこうかなーなんて。だってそんなね、私がこんな赤裸々に話すのもね、ちょっと恥ずかしいじゃないですか。そういうことね。私は好きな人も付き合ってる人もいません。これでいい？合格。え、じゃあちなみにマナピーはどんな告白されたいですか。え、される方、する側じゃなくて。いや、まあその参考程度に。私に聞いても意味なくない？いや、その一応聞いておきたいなって思って。そうだな、私はこうなよなよされるぐらいだったら、こう面と向かって好きです、付き合ってくださいって言われた方が心に残るかな。え、でもそれって全然その気のない人から言われたら困るだけじゃないですか。正直人による、それは、知らない人に言われたらびっくりするけど、顔見知りの人に言われたら嬉しい、そういうもんなんですか。そういうんじゃない、私はね。クルトンは。いや、私はなんかよくわかんなくて、まあなんていうか、さすが人生の先輩です。3つしか変わらんでしょうが。え、ちなみにマナピーは年上と年下どっち派ですか。どっちでもよくない、全然関係ないでしょ。年上だから好きとか、まあいいなと思った人が年下だからって嫌いになることなくない。じゃあ年下でもいいんですか。まあそうね、そうなるね。はぁ、なんでそんな嬉しそうなの。いや、なんかその意外な一面を知れたなって思って。なんだそれ。いや、私の話はいいの、クルトンの話でしょ。その好きな人は年上なの、年下なの。私の好きな人は、年上です。その、なんか、年上らしい大人っぽいところも、しっかりしてるなって思うところとかもあるんですけど、それでもやっぱ同い年みたいに話しかけやすいオーラがあって。クルトンが話しかけやすい年上？めっちゃ仲良くないとそんなことできなくない？いや、まあ私はそう思うんですけど、相手がどう思ってるかちょっとわかんないなって。出た出た。あるある。不安なんだ。ちなみにその私って年上からどう思われますかね。年上の立場からして私ってどんな感じですか。私、なんだろう、いや、私の主観にはなっちゃうけど、人懐っこいかな。まあ後輩とか年下にこう話しかけられて、まあ嬉しくない人はいないんじゃない、誰でも。それだけですか？かわいいと思う。本当ですか？それは自信を持っていいと思うよ。よかった。じゃあ、私どうやって告白したらいいですか？何そんな飛ぶ？そんな決心ついたらすぐ。いや、もうなんかいける気がしてきて。この時間に？わかんないなぁ。マナピーが一番可愛いと思う、一番成功率が高いって思う告白をプロデュースしてください。
私が全部の責任を負うの？いや別にそこまでは言ってないですけど。相手は年上だもんね。はい、私がこれを言われたら絶対に落ちるっていうやつでお願いします。なんで私なのかなとは思うけど、分かった、私の価値観でいいなら頑張る。お願いします。そうだな、年下ならやっぱ上目遣いじゃない？上目遣い、うん、ほら年下に上目遣いされたらたまらないでしょ。確かに。こうもっと目をうるうるさせて。目をうるうる、うん、こう守ってあげたいって思わせたいから、先輩のこと好きです、私じゃダメですか、とか。え、それはマナピーがされたら絶対に落ちるっていう告白ですか？そうだね、母性本能はくすぐられるかも。はあ、あと手握っちゃ、手いいんですか？いいんじゃない？いや私じゃなくて、マナピー、私の好きな人はマナピーなんです。マナピーのことが好きなんです。私じゃダメですか？おお、めっちゃうまいけど。